うも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルと、はい、簡単バージョンではこの、初めてウクレレコンサートモデル、今回新しくラインナップに加わったモデル、この2つ現在、販売と予約を受け付けております。はい、詳細はここにちょっと右ここにリンク貼っておきますからね、見てみてください。はい、皆さん音楽を始めましょう。今日取り上げる曲はなんと昨日の前回の動画に引き続いて、ハビット、セカオワのハビット後半戦というか2番のパートです。これね、昨日も実は取り上げた曲なんですけど、昨日は1番をやりましたね、掘り下げて。はい、皆さんご存知ですよね、この曲って2番の方がバズってるんです。2番の歌詞強烈ですから、皆さんぜひじっくり歌詞も見ながら、このめっちゃ早口な、このね、なんというか深いんですよ、歌詞の内容も。だけどこの言葉の勢いとか、何かすごいこのオーラというかパワーになって、今も日本中をぐるぐるに巻き込んでですね、もう大ヒットバズり中ですから。はい、これ2番の方がですね注目されております。今回2番だけに焦点を絞ってやってみました。まあ、前回ね、昨日取り上げた、1番だけの動画とも合わせてやっていただいたらフルコーラスでできますからね。はい、これちょっと取り組んでやっていきましょう。いつものように2バージョン、最初はゆっくりと初心者シンプル簡単バージョンです。入門コード5つでこのガズの初めてウクレレ、コンサートウクレレを使いながらちょっとレッスンしていきましょう。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンはガズモデルを使いまして、かっこいいバージョンはですね、テンポとかキレとか、まあ伴奏は昨日と同じなんでね、まあ、かなり簡略化しますけれども、2バージョン、じっくりレッスン動画公開していこうと思います。最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って本当に簡単にできます。順番通り見ていくだけでも信じられないぐらいにあっという間にウクレレで大好きな曲弾き語りできるようになります。はい、ここから全てが始まるんですよ皆さん。どんな方でもあっという間にできるウクレレ、ここから始めましょう。クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきて、この世の中にある1800曲以上の、もうあらゆるジャンルの曲を設けてレッスン動画公開してます。1800曲以上ですからね、皆さん。皆さんの好きな曲もきっとあると思います。YouTube の中で、あなたの好きな曲名、スペースガズレレとかウクレレとかやると、きっと私が出てくると思います。探してみてください。さあ、それじゃあ、やっていきましょう。昨日に引き続きまして、第1弾に引き続きまして、世界の終わりの、今、バズってる曲、ハビット。さらにその中でも、2番。こっちの方が濃厚ですから、ね、歌詞の内容とかいろいろ。はい、シンプル簡単バージョンやってみます。2 1 2。大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど、最強吸ってぶっちゃけから酒を魚にすりゃもう決裁でもって君も進むきっかけになれ、それそれでウィンウィンじゃん、これこれで残念じゃん、そもそもそれって君次第だし、それもなんか俺興味ないわけ、この先君をどうしたいって人に問われること自体終わりじゃないと信じたいけど、そうじゃなきゃかなり長時代、君たちがその分類された普通の箱でくすぶってるからさ、俺は人生イージーモードずっとそこで眠っててやらさ、俺はそもそもスペックが低いだから、あがいて磨いて見にくく吠えた俺のあの頃を分類したら、俺の目から見ても明らか、すぐ世の中金だとか愛だとか運だとか縁だとか、なぜにもして片付けちゃうの、俺たちはもっと曖昧で複雑で埋めろな何か悟ったふりして怒らないよ、君に君を分類する能力なんてない。俺たちだって動物、こういうのって好物、ここまで言われたらと普通、腹の底からこう普通普通と、俺たちだって動物、家にもてるオリジナルな習性、自分で自分を分類するなよ、壊してみせろよそのバッドハビット、壊してみせろよそのバッドハビット。せーの、セカオワのハビット、今めちゃバズってる2番の部分集中的にやってみました。いかがだったでしょうか。2番の歌詞の方がぐさっときます。
僕もなんか歌っててですね、いろいろ考えさせられちゃう。本当にこれは深いなと思いながら、でもね、曲としても面白いんですよ。やっぱり言葉のその、前回も言いましたけど、ジグゾーパズルをこう当てはめるようにリズムと言葉がこうしっかり合わさった時、気持ちがいいんですけど、そこが合うまでは難しい。聞いて聞いて何回も練習ということになっております。はい、今聞いていただいて分かったんですけどね、さっきから何回も言ってるように今回は2番だけに集中してますからね、フルコーラスでやりたい方、前回の動画概要欄とか貼ってますからね、前回の動画と合わせてみてください。あ、そういうわけでね、動画に合わせて練習していただきたいなと思うんですけど、動画内に歌詞とコード出てますから練習していてもらって、まず1個目のゴール設定としてはガズさんの簡単バージョンと一緒に演奏できたらもうゴール設定できていると思います。そしたら次のステップいきましょう。次のステップっていうのは何かというと、今度はYouTube 見ずに皆さん一人だけで歌って演奏する、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを丸暗記するのは難しいでしょうから、まずは楽譜の見ながら練習するのがいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうっていうふうに思うかもしれませんけれども、安心してください。今の演奏はですね、はい、見てください。また書きましたよ。はい、セカワのハビットのバズってる2番特集ですからね、こんな風に楽譜があります。今のパートだけで、ちなみにこのびっちり2枚ですからね、今日も。はい、これを見ながら今やったんですけど、もうちょっとしたらカメラにこんな風に大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今めちゃくちゃ便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ、このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げているセカオナハビットを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のね、ノート楽譜のストックがあるんですよ。その中から毎月5曲、皆さんがこの曲いいな、この曲やってみたいなというのを選んでいただいて、毎月5曲お手元に、デジタルデータとしてお手元にダウンロードして、すぐにね、練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。で、このガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回行われているメンバーだけが参加できる大セッション大会、世界中から参加から超盛り上がるやつとか、あとアプリがあったりとか、その中でいろいろコミュニティと村が1個形成されてて、わちゃわちゃやってる、そんな第3の居場所でございます。それとちょっと違うんですけれども、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは YouTube メンバーシッププログラムというプログラムで、 YouTube のね、システムでやってるんですけど、パソコンで見てる方、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、ここから入っていきます。こっちは毎月590円で週2回のライブ配信、テーマソングを決めた濃厚レッスン解説、質問し放題、チャットでね、生配信ですから。はい、こっちのガズレレ大学もめちゃくちゃ濃厚にやってますんで、ぜひ、ね、見てみてください。あと毎朝7時半からガズラジという名前でですね、ラジオ配信しております。スタンド FM というアプリの中で喋ってます。これめちゃくちゃいいこと、有効なことばっかり言ってます。ぜひぜひ毎朝7時半、誰でもいつでもどこでも無料で聞けます。チェックしておいてください。それでは楽譜を見ていきましょう。ハビットセカオワのバズっている2番特集でございます。ということで、今回いきなりですね、2番の始まりから入っていきます。はい、昨日に引き続きまして、このワンブロック、この大きさになってますからね、言葉が見てギッチギチですよ。はい、で、これ A マイ1、2、3、4、1、2、3、こんな風にずっと行くんですけど、まあこれはもう聞き込んでもらうしかない。でもここのところがですね、TikTok をはじめとして一番みんながこう歌いたいところだと思うんで、ここはちょっとね、じっくり取り組んでいきましょう。で、これメモっていただいて、一時停止してメモっていただきたいんですけど、今紹介させてもらったガズクラブでこの楽譜のダウンロードめちゃ有効です。ちょっと見てもらいたいんですけど、この上に点がついてるでしょ、俺の、大人の俺がの、がの上に点。ここ、点からリズムが始まります。ワン、ツー、スリー、大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど、こういうふうにこの点の上でリズムがね、行くんですよ。あと、こう、くるっと囲ってるとか、早く言うよとか、こんな感じでね、ガズレレならではのメッセージがたっぷり詰まってます。言葉伸ばすとことか、伸ばす棒とか、歌詞カードにはないんでね。はい、ガズクラブでダウンロードもぜひぜひ有効活用してください。まずお時間ある方書いてください、ね、今一時停止でここ写しといてください。2ブロックとか 4行までね。はい、じゃあどんどんいきます。次の4行伸ばしたりするところもあるんでね、止まったり、ここ今回止まるってところ出てきますから、はい、テロップと示し合わせてね、この辺伸ばすってなってますからね、これ伸ばすところ。はい、じゃあどんどんいきます。でここもまたリズムが戻ってきて OK。 はい、コード5個、早口だよって書いてあるよ。はい、一時停止でテロップとも示し合わせて見てみてください。はい、2枚目に行きましょう。はい、こんな感じでございます。とにかくもう言葉がもうてんこ盛りですからね。でちょっと要注意なんですけど、この行だけちょっとこうワンブロック、普通の4ブロックになってますから、
ここだけちょっと言葉詰まってるように感じるかもしれないですけど、ちょっとこんな風になってます。はい、参考にしてみてください。で、ここ感想入れて、で、ここがサビです。このサビは昨日前回紹介した一番のサビと全く一緒ですけどね、今回もやってみましたと。で、最後エンディングとして、この、コード進行で最後に、壊してみせろよ、そのバッドハビットで終わったというのが、2番だけのガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになっております。はい。出てくるコードは言っていきます。CAmFG7E7。はい、入門コード5つです。これも昨日もね、お伝えしてるんでね。まあ、昨日の解説とも同じなんですけど、これガズレレ必須コード、入門コードのメンバーで超簡単コード5つです。はい。これガズレレ必須コードのメンバーです。ガズレレ必須コード、これはね、初心者の方覚えてくださいということでいつも紹介します。ここにリンク貼っておくんで、ガズレレ必須コード、動画で楽しく覚えていきましょう。まずはね、今のシンプル簡単バージョン、ゆっくりでいいんでですね、この歌をね、リズム通りに歌うのがもう、すごいですよ。もう修行のようになりますから、もう本当に。言葉のね、一個言葉が間違えちゃったらもうね、リズムに入りませんから、しっかり聞き込んでやっていきましょう。じゃあ、後半のかっこいいバージョン。これ前回と全く同じ解説になるんですけど、リズムですね。はい、出てくるリズムはこれ。16ビートのチャです。すごいシンプルです。メインのこのコード進行をちょっと回してみると、どんどこチャカタカ、どんどこチャカタカ、こんなめちゃくちゃシンプルな16ビートです。一応昨日ちょっとシェアし忘れた。この動画を貼っときましょう。16ビートがすごく気持ちよく弾けるようになる7つのね、裏技を紹介しているということで、ここにもリンク貼るし、概要欄のところにも貼っときます。これですごくお手首柔らかく使ってリズムを生み出すのがいいと思います。で、この昨日の前回の動画にも引き続いて伸ばすところの、ところは伸ばしといて、君たちがその分類された普通の箱でくすぶってるくパンツパン、E7 でチッパーチッパー、わかる？このタイミング。Am 2、3、4、1、2、3、パンパンドン、2、3、4、1、2、チクパタカ、ツッツパーチャパーですね。ここの決め、これがかっこいいです。唯一ある決めみたいなところでございます。はい。あとは16ビートの下で淡々と、リズムをこう機械っぽくというか、ね、インダストリアルっぽいっていうか、このね、ほんとこうガンガッガッガッて安定的にね、あえて機械っぽいリズムのこの曲かっこいいかなと思うんですよね。それがこの曲のちょっと狙いというところもあると思うんでね、淡々とリズムを刻んでいく中で言葉がバーッとこういうふうに押し寄せてくると。しかもこの中身、これ読んでいたらもうなんか本当考えさせられますから、その気持ちとね、でこそういう中身がね、これやっぱバズってる元っていうかエネルギーだなというふうに本当に痛感してますね。まあもちろん感情を込めて歌っていきましょう。早いんで口をよかよかに柔らかくトレーニングしてやっていくのがいいと思います。じゃあいきますよ皆さん。世界の終わりのハビット2番だけ、バズってる2番だけ特集のかっこいいバージョンやってみる。1、2、1、2。大人俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど、説教するってぶっちゃけ快楽、漬けの魚にすりゃ儲けさ、でもって君も進むきっかけになりゃ、それそれでウィンウィンじゃん、これこれで残念じゃん、そもそもそれって君次第だし、その後なんか俺興味ないわけ、この先君はどうしたいって人に問われること自体終わりじゃないと信じたいけど、そうじゃなきゃかなり超自体、君たちがその分類された普通の箱でくすぶってるからさ、俺は人生イージーモードずっとそこで眠っててあるさ、俺はそもそもスペックが低い、だから輝いてもらえて醜く吠えた俺のあの子の分類された、目の目から見ても明らか、すぐ世の中彼だとか愛だとか雨だとか縁だとか盾に文字で片付けちゃうの、俺たちはもっと曖昧で複雑で無料な何か、そっと気にして怒らないよ、君に君を分類する能力なんてない、俺たちだって動物、こういうのって好物、ここまで言われたら動物、腹の底から動物むつ、俺たちだって動物、上にも自分自身なし修正、自分で自分を分類するなよ、壊してみせろよ、そのバッハビー、壊してみせろよ、そのバッハビー、イエーイ、せーの、セカオのハビットをバズってる2番特集のかっこいいバージョンやってみました。中身が考えさせられるんだよな。まあ、でこっちの2番の方がやっぱり世の中ではすっごいこうみんなこう興味がある部分なんでね、ここはディープにマッサージして
やっていきましょう。お知らせです。今使っていたこのね、ガズモデルと、これ、はい、今回初登場の初めてウクレレのコンサートモデル。はい。これを含むこのね、二つの、こっちは予約受付、こっちはね、もうすぐ即販売ですけどね、ガズのウクレレたちの販売と予約がただいま大絶賛、行われております。はい。ガズの初めてウクレレとか、薄レレとかわがままウクレレは在庫ある限り即発送ということになっております。で、今使っていたガズモデルとかヴィンテージシリーズとセミオーダーは予約を受付中ということになっております。ここのホームページ見るとリストになってね、商品が一覧になっていたりいろいろ選べるようになってます。ぜひとも見に行くだけでもぜひ見に行ってみてください。この本、ガズの新しい本が、この紫色の本が、2022年の7月13日発売予定でございます。ただいま大絶賛でご予約を受付中。ご予約していただいている皆様ありがとうございます。まだの方ぜひご予約をね、お願いできればと思います。そうするとすぐね、発売と同時に皆様のお手元に届くということですし、ぜひよろしくお願いします。皆さんこれ入ってますか？ガズレシピというアプリがあるんですよ。ガズレレのガズレレではですね、アプリもあるんですよ。楽譜が見れるようになってます。ぜひ皆さんまずスマホとかタブレットにこのアプリを入れるのは無料ですからね、入れてください。で、無料で見れる動画もあるんですけど、この中でもう何ブロックもガズが取り上げてる曲の楽譜がそのスマホとかタブレットで見れるんですよ。自動スクロール機能とか、メトロノーム機能とかもついてるめちゃくちゃ便利なアプリがあるんですね。で、これはこの度新しい曲また40曲追加されてかなりの曲数になってます。ちなみにガズレシピで載せている楽譜っていうのは、リットミュージックさんの簡単版だけじゃなくて、簡単版とかっこいいバージョンが両方載ってる、またね、オリジナルのデザインされた、見やすい楽譜になってます。とにかく、まずアプリをダウンロードしてもらって、もし気に入ったらその曲、1曲からでもブロックでも買えるようになってます。そしてですね、なんとこのガズレシピの楽譜の本当の本のバージョンも今、発売しております。こっちもめちゃくちゃ大好評でございます。Amazon でご購入いただけるんで、ぜひともちょっと Amazon でガズレシピとちょっと検索してみてください。あとですね、期間限定で発売しているウクレレはもちろんのことですね、ここにいつも挟まっているガズ両親手作りの水引きだったり、キャップだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、いろんなグッズとかもあります。まずこのガズレレ.com、このホームページを見てくださると、いろんなものがね、載ってますので、ぜひ見ていただきたいのと、あと、最近ガズがもう一個始めてる、ピアノのレッスン動画、どんな方でもあっという間にすぐに弾けちゃう、ガズピアノという YouTube チャンネルも、こちらも結構盛り上がってて、かなり面白いことになってます。これね、クレレ始めている方にめちゃくちゃおすすめです。鍵盤楽器が夢のように簡単に、まさに皆さんがウクレレで簡単に音楽をされたように、今度は鍵盤でもできるようになってます。こっちもぜひご注目ください。それでは皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。ガズレレ、ガズピアノ、両方で、あっちからこっちから音楽を楽しんでいこう。皆さん、バイバイ、ごきげんよう。